んにちは、サンディです。今日は下にも書いてあるように、そういつもタイトルに書いてあるように、今日はミンクラッシュのレビューをしていきたいと思います。では始めましょう。OK! で、だいたいいつも話が長くて、スワッチとかがすごい後になっちゃうので、先にスワッチの方行きたいと思います。これはどっちかっていうと、外側にこう、長くなっていくっていう感じです。いい感じ。A の02番になります。これはなんかまっすぐしてる。他のやつはこういう感じにクロスとかなんか自然な感じになってってるけど、これはなんか上にまっすぐに一本一本って感じです。かわいい。 A の05番になります。で、これはすごい長くて、で、なんかすごい絡み合ってる感じ。でもやっぱりミンクだから馴染む。これがすごいね、この効果が欲しかった。私でなかなか日本では見つからなくて、さすがアリエクスプレスですね。ただちょっと長いからなんかね、ちょっと当たるこうするとすごいなんか当たって、ちょっとねうんって感じだけど、でも慣れかな、多分慣れだと思います。いかに、はい。で、これが A07 番になります。こんな感じ。長さがちょうどいいかもしれない。日本で売ってるようなつけまつげの、長さな気がします。はい、そんな感じで。最近見かけるのが、インスタグラムとかで販売されてる国内の方が増えてきたなっていうので、で、私はいつもね、例の図版サイトでいつもいろいろポチポチ見ていて、で、最近ね、そう、インスタグラムでいろんな人が販売してるなっていうのを見て、よし、買おうと思って、前からね、なんかもうお気に入りにしてて、買おうって思ってたんだけど、私、つけまつげのその根元の部分、透明じゃないとすごく痛かゆくて苦手なんだけど、太いやつだとね、そう、透明じゃないとちょっとあれかなと思ってて、で、ミンクラッシュ系って結構その部分が黒いのが結構多いんですよ。なんで、なんかちょっと抵抗があって、なかなか買わないっていうのが、なんかね、なんかなかなかそこまでいかなくて、で、まあ、頼んでみようと思って、安かったし、で、ただ今回はいつもアリエクスプレスとか eBay とかで注文すると、まあ大体中国とか、どこだっけ、インドネシアとか、まあそこら辺のアジア系から来るときって早くて1週間以内で、長くて2週間ぐらいなんだけど、今回のミンクラッシュに関しては、そう、時間かかりました。1ヶ月半ぐらいかな。多分今すごい人気で、結構だから販売してる方とかも注文してるから、多分そう、それで人気があって、1ヶ月半ぐらい届くのにかかりました。で、送料はかかりません。大体アリエクスプレスはかからないです。で、今回紹介しているミンクラッシュに関しては下にリンク貼っておくので、もし買いたい人がいたら下のとこにリンク、必ずリンク貼っておきます。たまに忘れちゃうんだけど、ちゃんと貼っておきます。はい。で、今回は5つ買いました。で、見ての通りちゃんとなんかこうビニールでちゃんと来ます。そう、ビニールでちゃんと来てて、で、私が思ったのは、来る箱がね、なんか普通にもっとプラスチック、すごい安っぽいプラスチックなのかなって思ったんだけど、実際来たやつがこれなんですけど、そう、アクリルの箱になっているので、すごい丈夫で、ここにちゃんとね保管しとけば、まあ、まず安全だし、簡単に潰れなさそう。なので、すごい箱に関してはいいと思って、で、結構すごいこんなスライドするような箱です。で、中はこのやつはプラスチックだね。ここのはプラスチックです。まあ、そんな感じで、で、ここのところに、例えば今つけてるのが A10 番なので、ここに番号が書いてあります。
あのつけててすごいいいなって思ったのが、普通のつけまに比べるとミンクラッシュが私毛が多い分重いのかなって思ったんですよ。で硬いかなって思ったの。そしたら全然逆逆、あのね、普通のつけまより軽く感じる。まあ、この A10 に関してはすごい軽く感じます。毛質がもうすごい柔らかいの。本当にあの本当にこの値段でこのクオリティ本当にいいのってぐらいに、あの柔らかくて軽くて着やすい。全然あの痒くならないし、あの硬く感じないし痛くない、全然で、私の場合は多分あのアジア系の人って多分そうなんだけど、まあ目の幅が多分海外の人に比べたらあのちょっと狭いので、私はあの両端を切って、まあ大体いつもここら辺こっち側の端を切って自分のサイズに合わせてつけています。あのあまり長すぎてここまで来るとあの取れやすくなるので、あちゃんと調節して切るといいと思います。で、私がこういうあのまつげが好きになったのはやっぱりね、カイリの影響だと思う。カイリって結構毛束がこう、なんつうのかな、間が空いてるようなやつとかすごいパサッとしてるのが結構つけてて、で、それを見てるとすごい可愛いなと思ってずっと欲しくて、で、実際にあの多分カイリはどっちかっていうとブランド系のミンクラッシュを使ってると思うんだけど、高いんですよ、本当に。あの、いろいろ種類いっぱいあるんだけどすごく高くて、だいたい3000円、4000円とか多分当たり前で、まあ2000円台とかあると思うんですけど、で、ドラッグストア系のミンクとかだと、まあ、1000円台っていうのもあると思うんだけど、そう、でも本当に多分実際高いやつは持ってないけど、見てる分レビューとか写真とか見てる分にこれは全然負けてられないなって思いました。なんでコスパとかめっちゃいい。そう、安いし可愛いし、本当にあのブランド系にも負けないぐらいのクオリティはあると思います。で、私は前にちょっと前にマツエクつけたんですけど、で、その時は80本しかつけなくて、ミニモっていうアプリを使ってトラであの80本をつけてみたんですけど、で、その時初めてマツエクつけたんだけど、結局私とあんまり相性が良くなくて1週間しか持たなかったので、それを普通に考えて1週間2週間ぐらいしか持たないし、ものによっては80本で7円、まあ、5000円6000円とかで、もっとだともっとするかもしれないし、多分お店によってだけど、なんかそれを考えるとやっぱりつけまの方が自分に合ってるかなと思って、まあもちろん松江くんの方がいいっていう人もいると思うけど、まあ私としてはつけまの方がいいかなと思って、で、あの見た目の問題だと、あの本当に多分今見ててわかると思うんだけど、装置も見てね、マツエクみたいな自然な感じが全然出せるし、なんかすんごいパサッと、なんかなんていうのかな、すごい派手な感じにはならない気がする、あの種類によってはね。で、今つけてるのすごい自然だと思うし、多分マツエクつけてた時の見た目とあんまり変わんない。だけどちゃんとこうビデオとかにもちゃんと映るしね、カメラ越しじゃなくて普通に見てるとあの全然いい感じだから、日本人の人でも全然合うと思うの、ミンクラッシュって。結構海外の人ってこうパサッとしてるのが好きだし、まあアジア系の人でもパサッと好きな人もいると思うけど、なんかもうちょっとこうアジア系の人っていうか、日本の人はもうちょっとこうシンプルっていうかね、の方が好きだと思うんだけど、この A10 に関しては多分みんな好むような感じで、もうちょっと派手なのがいいっていう人はもうちょっと毛束があの多い方が好きかもしれない。はい、ではこんな感じで動画終わります。見てくれてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録してください。そしてコメント見るの大好きなので、コメントも残してくれるとすごく嬉しいです。はーい、それではまたねー。